おはこんばんにちは。本日は海上自衛隊ヘリコプター部隊の聖地、南国系基地の立山航空基地にやってまいりました。最近アニメの舞台にもなったそうですね。本日は皆さんにヘリコプターのパイロットになった気分で空を飛んでいただきたいと思います。第21航空隊は海上自衛隊関西ヘリ部隊の筆頭部隊です。あそこに人が見えますね。少し近づいてみましょう。本日ヘリコプターをご紹介いただくのはこちらの方々です。機長の野田です。 YouTube デビュー緊張しています。本日は皆様にパイロット気分を味わってもらいます。副操縦士の佐伯です。航空士の匠です。耐寒耐水服とは、航空機が不時着した際、冷たい海の上で救助を待つ間、乗組員の命を守るために着るサバイバルスーツのことです。その名の通り保温性があり、着心地はとっても暖かですが、非常にきつい。海水が容易に侵入しないよう作られているだけに、着るのが非常に難しいです。両足、左手、頭、右手の順で着ていきますが、服を着るだけで一苦労。搭乗員の方は慣れているだけあってスムーズですが、私は手伝ってもらってなんとか着ることができました。規則整列では本日のフライトについての様々な情報を共有します。では帰ります。お願いします。それではいよいよヘリコプターに乗り組みたいと思います。よろしくお願いします。さあ、いよいよローターが回り始めました。ヘリコプターの象徴、4枚のブレードがどんどんスピードを上げて回っていきます。ここからはパイロット目線での映像をどうぞお楽しみください。さあ、いよいよ離陸です。今、機体が浮き上がりました。立山基地を離陸し、上州経路を飛行し、再び立山基地に戻ってまいります。今回は右回りのパターンの飛行です。立山基地を右側に見下ろします。シングルエンジンセーフティアスピード、アップサイクリア、どうぞ。現在ダウンウィンド飛行中です。
立山基地の滑走路を右側に見て飛んでいます。離陸の向きと逆向きに飛行して追い風を受けることからこのように呼ばれています。さあ前方には立山市内、右に旋回して、おっともう立山基地、そして滑走路が見えてまいりました。ヘリコプターは通常前方に見えるスポットと呼ばれる定点に着陸します。前方のスポットに向けてアプローチ。無事に着陸しました。続きましてオートローテーションの映像をご覧いただきます。オートローテーションとはヘリコプターのパイロットが行う一般的な緊急操作手順であり、エンジンが停止してしまった場合などに安全に着陸するための飛行方法です。ものすごい勢いで高度を下げていきます。すごい急降下、そして急激な機種上げ動作。機体が8面と平行になりました。いやー、こんなに近くでヘリコプターを見る機会なんてめったにないですよね。すごい迫力でした。次回はもっと迫力のある映像をお送りします。ご視聴よろしくお願いします。